チョコレートの香りすんの、うん、くしゃみかそういう意味じゃなかったんだけどめっちゃケーキ食べたくなってきた。皆さんこんにちは、コハタイチャンネルのハリューです。タイチーです。今日は、はい、じゃじゃーん、スクイーズを買ってきました。はい、ほんまにもうこれぞスクイーズみたいなのを買ってきたよ。はい、これはファーストキッズ TV さんとココロマンチャンネルさんとハルハルチャンネルさんと七色チューブさんと一緒に原宿のモッシュで、はい、一人一個ずつよね、好きなスクイーズ選んで買ってきました。はい、その動画はまた別であるのでそちらよければチェックしてください。はい、うん、それを今から開けます。もう家に帰るまで我慢できないから泊まってるホテルで開けます。大地から行こうか、レッツゴー。猫ちゃんの猫、開けていいよ。うん、大地がもういつもニャーニャー言うてるから。やっぱ猫ちゃんが好きなのね、あなた。うーわ、え、待って、なんか乗ってる。バター食べる気？何だろ、ニャンパンケーキって感じ。え、あ、猫の形した食パンみたいな感じだから。パンケーキが猫ちゃんの形してる。チョコレートの香りさんのくしゃみかいくしゃみかい。どう、するする。あー、チョコレートみたいな甘い匂いがする、あ、わ、耳、うんうんうん、ギューって食べてる。そういう意味じゃなかったんだけど太一、それ大切にしてね。はい、うん、自分で選んだんだから。何してんの。はい、じゃあ次は小春ちゃん開けましょうかね。はい、これはね、さっき言った別の動画でって言ったけど、今太一が開けたのは、うん、まあ、別の動画内で、まあ、映ってるわけですよ。小春はもう並んでる状態からこのクリスマスの袋に入ってる状態やから、そう、中何が入ってるかほんまに分からへん。これクリスマスのセットだったの。なんかそんな感じのことが書いてたよ。ここなんかさ、硬くて箱みたい。余計分かんない。入ってんの。もう開けてみよう、開けてみよう。ほんまに分からへん、何の情報も入れずに見たから。すごい虹色のクマさん。あ、何も、もしかして何個も入ってるの。何個も入ってる。おお、おお、何のキャラこれ。ひつぎさん、かわいい。また虹色や。はい、次は、はい、おお、うわー、ショートケーキでした。めっちゃケーキ食べたくなってきた。え、あ、これちょっと待って、それ最後、最後、最後、なんでしょう。なんとクリスマスセットには、うわあ、で、4つ目がなんかチョコレートっぽいの。うわー、クリスマスケーキもこれでええんちゃうか。これもあっていう気持ち。うわー、触ってみて。触りたいです、触りたいです。うーわ、うわ、めっちゃいい。お、いえ、匂いすぎ、匂いすぎ。ちょっと匂いたい。はい、ということで今日は原宿モッシュさんで買ってきたスクイーズを家に帰るまで待ちきれないからホテルであげました。はい、ちょっと小春ちゃんが選んだのがクリスマスセットっぽくて何個もあったから、けど一つな、好き
きなやつ一つ選んでって言ったのに、一つやと思ったらこんなん言ってた。ラッキー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 。え、だから、うん。ココロくんとマーちゃんも多分同じと思う。かなぁ。同じ袋だった。ココロマンチャンネルさんと、ファーストキッド TV さんの動画も見てね。ハルハルチャンネルさんと、七色チューブさんの動画ももちろん見てね。見てね。見てね。で、小春、スクイーズたくさんあるから、タイチにも貸してあげてな。はい。お。一回交代しよう。オッケー。じゃあ、これもお家で大切に使ってください。この動画が良かったら、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。せーの。バイバーイ。また見てね。またチャンネルでした。バイ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 。バイバイ。